デッドの時の恨みを晴らしに来ましたー。ゆっくり実況、始まるよ。ってことで情弱セブンのお時間です。情弱セブンですか。ガチ世代ではないけどパチでは知ってる程度のあれですね。それを知ってるって言えるのか。ってことで今回も難易度は最高の専門家レベルでいきましょうかね。またアホなことを。まあ今回のウルトラセブンは毎回ストーリー紹介があるので安心よ。ほう、そうなのね。ってことで最初はエレキング登場の回。エレキング系はなかなか当たらないんよな。だからパチカス。そんなわけで今回の物語のあらすじ。ウルトラ系情弱によるリサーチによりますと、いろんな宇宙人から地球侵略を企てられてて、でなんやかんやありまして、なんやかんや、M78 星雲から地球を守るためにやってきた諸星団。この方の正体がウルトラセブンでありまして。ちなみにその団君は地球を守るっていうウルトラ警備隊に入ってるんだけど、ウルトラ警備隊で対処できねえなって時はウルトラアイを使ってこっそり本来の姿に変身。その姿がウルトラセブンなのね。そんな中キット星人っていう少女の姿をした宇宙人がおりまして、このキット星人は地球を侵略しようとああでもないこうでもないとやりまして、ああでもないこうでもないとは。で最終的にエレキングと戦うと。説明が吹っ飛んでますが。まあひとまず今回はエレキング戦。このゲームのシステムも簡単に説明しないとね。まあ確かに。まずこのゲームは見た目はありがちな格闘ゲームなんだけど、体力をゼロにしただけでは終わらないというあれでして、とどめを刺さないと終わらないっていうあれですね。そうっすそうっす。この矢印のところのメーターが時間経過とともに増えていきまして、おら、反射。メーターのエネルギーを使うと今みたいなバリアーも使えるんすけど、でも何が大事ってメーターマックスにして必殺技を発動させないといけないもんでして、ウルトラセブンだととどめはアイスラッガーでしょうかね。ステージによってはワイドショットになったりもするんすけど、敵の体力のところがフィニッシュになった。ここは今の状態をなんとかキープしながらメーターが溜まるのを待っていて、でもそろそろ溜まりそうですね。溜まった。ってことでアイスラッガー発動。首ちょんぱ。っていう原作再現でしたとさ。でしたとさ。ってことでまだまだ笑顔の一面クリア。ちなみにこのゲームのコンティニューについてなんすけど、無限にコンティニューなんかはさせないぞという金髪泣かせの鬼。今回は無限じゃないのね。この回数分しかできないんですよね。残り3回ですか。まあ一定のスコア前にコンティニュー回数は増えたりもするんだけど、とりあえず回数制限があるから金髪にとってはきちやれと。どんだけコンティニューに頼ってるのさ。ってことで今回は地球侵略を狙ったメトロン星人のお話。有名なやつだ。地球侵略をするためには地球人同士で自滅させればいいんじゃねって考えたメトロン星人はタバコにそういうあれを混ぜまして、でそのタバコの自販機を設置。その結果地球人は暴れちゃって偉いことになったんだけど、でもなんやかんやで弾はメトロン星人の潜伏先まで突き止めたのでした。そしてこのちゃぶ台シーンになるわけね。どう見てもカオスすぎんだろっていう絵ではありますが、パチにも出てた名シーンですねこれは。だからパチカスやめなさいって。で今回のメトロン星人はちゃんと攻撃してくるんですよね。なんか原作の方では走り回ってただけっていう噂を聞きましたが、でもこのゲームでのメトロンちゃんはしっかり戦うみたいっすね。メトロンちゃんでこのカプセル怪獣は使わないの？いやあまりにも弱くて瞬殺なんで今回は封印っすね。エキスパートレベルだとほんと瞬殺されますよね。ではメトロンリーチ勝負。メトロンリーチ。おら。って感じでバリアーをうまいこと使えば勝てますね。いて。おら。って先読みバリア失敗。だから先読みバリアやめなさいって。おのれ。何が大事って先読み。そうですかねー。オラ、おーヒット。では私の必殺技。オラ、だからさ。ちなみにこのゲームは前作のウルトラマンと同様、ジャンプキック中心の攻撃がかなり有用となっております。そうなのね。あとはマリサ必殺の先読みバリア。ここで先読み失敗。しかしさらに上乗せ。なんなのよ。でまだ必殺メーターがたまらんですね。アホみたくバリア連打するからでしょうよ。だってさ、何がだってなのさ。あのバリアが成功した時気持ちいいんだって。それはわかるけども。って言ってたらここでメーターマックス。くらえこら。おお決まった。って感じでやってはおりますが。実はアホほどやり直ししまくっての今なんですよね。マジでほんと助けて。エキスパートレベルでやるからでしょうよ。そうでした。ってことでひとまず2面も無事クリア。ちなみに最終ステージは何面なんですか？最終ステージは12面となっております。まだまだここからなのね。そんなわけでこんなところで負けるわけにはいかない序盤戦。そして今回はイカルス星人くん。でも言うほどそんなに知らないんでしょ？はい、パチでしか知りません。やっぱり。ちなみに今回のこのイカロスくんの必殺技はアロー光線。体の小さな穴から発射されるあれですね。あと4次元空間を行き来できる能力もありますんで。テレポーテーションでうろうろ逃げる感じには注意しないといけませんね。そうだそうなのだ、きっとそうなのだ。また勝手に自己解決が始まった。ってことで第3戦目のイカルス星人戦。まだまだ負けるわけにはいかないですよ。どうなりますかねー。では勝負。まず様子見ジャンプからのオーラ。あーこんな感じで避けられちゃうのね。あ、ちなみにこの敵相手にバリアー反射攻撃はなかなか無人で封印。今回はあの謎の先読みは封印したのね。では私のゴロゴロくらえ。何よゴロゴロって。いやですね。なんかよくわかんねえんすけど。意外とこやつにはでんぐり返しでの体当たりが効果的。確かに結構ダメージが当たってる。なのでジャンプキックで牽制からの。私のゴロゴロくらえこら。なぜでんぐり返しでダメージが当たるのか。って言ってたらメーターも溜まってきましたね。おら、この、タコ。どっちかっていうとイカだと思いますが。よしでは勝負の時。はい、イカルスくんバイビー。だから古いんだってば。そんなわけで謎のでんぐり返しでクリア。でんぐり返し。そして次はボーナスステージですね。ボーナスステージ？そうなんすよ。今回はシューティング系のボーナスステージが搭載されまして。ノーミスでクリアするとなんと残機が増えるという神。でもなかなか難易度が高くてノーミスでクリアはキビーという鬼。神なのか鬼なのかどっちなのよ。ってことで始まりましたボーナスステージ。基本ルールは簡単。出てくる敵を倒すとたまにカプセル怪獣のあれを落とす感じのグラディウス。グラディウスですか。さっきも言ったけどノーミスでクリアすると残機が1つ増えるという神仕様。でもすでに一発被弾してますが。おいおいマジかよ。何がおいおいだってさ。っていう感じで今作で採用されたこのシューティングステージ。実は後半ではボーナスステージじゃなくてガチステージとして突破しないといけないので。ガチステージですか。っていうシューティングスキルも若干必要なわけですね。そうなんですよ奥さん。誰が奥さんだってさ。っていうことでボーナスステージの残りは言うほど見せ場もなかったので早送り。ハプニングがなかったのね。はいでは次はいよいよ4回戦ですね。次のお相手は？次はあれだぞ聞いて驚けレイムよ。また何を突然偉そうに。今回はなんとあのキングジョーだぞどうだすごいだろレイムよ。だから言うほど知らないでしょうよ。そうでしたごめんなさい。ってことで恒例のストーリー紹介。仰向けに倒れると起き上がれないという弱点を持ってるらしいジョー君。そうなの？って書いてあったんすけどほんとなんすかねどうなんすかね。ってことで今回は勝てるのかの4回戦。では行くぞこの変なロボットめ。また出た変なやつシリーズ。こやつは謎の電撃バリアみたいなやつに注意なんですよね。電撃バリアですか。あ、これよこれ。練習の時にはこれに結構苦しめられたんすけど。突然早送りになりましたが。これは言うほどハプニングも見せ場もなかったあれですね。いやなんか今回はジャンプキックのオラオラだけでなんとかなっちゃったもんで。はい変なロボットさようなら。変なロボット。そんなわけで4回戦は謎にすんなり勝てちゃった系でした。さっきまでは結構きちかったんすけどね。まあいいや、いいのね。ってことでそろそろスコアによる残機アップの時でしょうか。何点前に増える感じなんですか？多分10万点に1人増えるくらいの感じ。放送なのね。そして次はあの有名なガンダーとの戦い。何でもかんでも有名って言っておけばいいと思って。だって有名だろ多分知らんけど、結局知らないんじゃないの。そんなわけで第5戦。何やらウルトラセブンは寒さに弱いみたいっすね。そうだったんですか？ M78 星雲は冬がないみたいで。でウルトラ一族の中でも特に寒さに弱いっていう弱点を持っていたそうな。って書いてありました。書いてあったのね。では凍結怪獣ガンダー戦行きます。くらえこらいて。ああやめて。そんな激しく乱暴しないでほんとやめ。負けちゃった。瞬殺じゃないの。ってことで5秒の勝負でした。5秒。しかしウルトラマリサはここからが本番ですからね。瞬殺されといてよく言いますねー。そんなわけで最強戦。よしでは今度こそ、どうなるか。奴の冷凍攻撃には注意。おら、大謎に先読みバリアー。あとはなんとか得意のジャンプキックを。いて。って何避けてんのよこいつ。そや敵だって避けるでしょうよ。おのれこの変なやつめ。変なやつ。ちょっとこの情弱は正しい倒し方はわかりませんが、あの冷凍攻撃さえ食らわなければやはりこのジャンプキックが有効と判断。ひとまずいい感じで体力は削れてる。でもエキスパートレベルだと敵の攻撃力も半端ないですからね。ここまで来たらなんとか身を守りながら必殺ゲージが溜まるのを待つ勝負。このままいけば勝てそうだ。よしあとは必殺ゲージ、いて。体力がアホほど減ってギリギリですが、おいおいふざけんなって、ぐらいぐらい。ああまたギリのやつ。ほら余裕だっただろ。余裕の要素はどこですか？そんなわけで地味に強敵だったガンダー戦でございました。これはまた先が思いやられるやつだ。そして次の第6戦。いよいよあの有名なギエロン星人ですよ。知ってますかねレイムさん。一番知らないのはどこの誰なのか。はい、私でした。だからさ。ってことで今回は兵器開発競争に関するお話。ほう、どういう話になってるのか。ある時ギエロン星という生物の生息がほぼ不可能と言われた星があって。で惑星破壊兵器の実験をギエロン星でやるってことになったみたいなんだけど。でもギエロン星には実は生命が存在してまして。ほう。しかし結局地球の惑星破壊兵器によってギエロン星は破壊。その時の放射能によって生み出されたのがこのギエロン星獣でしたとさ。じゃあふるさとを破壊された恨み的な話もあるわけね。ちょっと今回は地球人が悪いんじゃねえかっていう話もありますが。でも地球のために強制労働ウルトラセブン頑張る。ブラック。敵の体力が全然減らないですね。何やらこやつの別名は再生怪獣とも言われてるようでして。その辺を再現してるんじゃないですかね知らんけど。結局知らんけどになるのね。いて、おう飛んでる時に飛び道具はずるいと思いますよマジ。そういうグレーなことしてるとマリサも怒りますけどいいんですか。また独り言かな？なに？そもそも地球人が無実のギエロン星を破壊するから悪いんだろと、どう見たって地球人が悪いじゃねえかふざけんなこらと、いやー確かにそうですね。何一人で勝手に入り込んでるのか。なんかギエロン君をやっつけるのは非常に心が痛むますねこれは。じゃあ負けたらいいんじゃないですか？なんだとじゃなくてさ。ってメーターが溜まってきましたよ。あ、はい。ぐらいだこ。ほんと情緒がやばい人。やりました。なんとも切ない戦いを制しました。ああ、勝利画面がまたちょっと怖いやつ。前作のジャミラを思い出しますね。ああ、ありましたな、あのトラウマ。そして次はボーナスステージですね。あの娘のやつな。でも残念ながらこれはシャクトリムシなので、やっぱり定期の早送り。なんとかノーミスでと思っておりましたが、無理でしたね。無理だったのね。では次は第7戦。そんなわけで今度はあの有名な防具星人との対戦。絶対知らないですよね。何やら今回話の中心になっている防具星人は、作中ではチャンネイの防具星人しかいなかったとかなんとか。はい。なので今回はウルトラマンとチャンネイとの戦いと言っていいんじゃないでしょうかね。また適当なことばっかり言って。では先読みマン頑張りますマリサ。また先読みですか。そんなわけで始まりました防具戦。ではここはジャンプキックで様子を見ながら。とクルー。オラ。物理攻撃をバリアーで。オラ。発。さらにオラ。だからこの先読みなんなのよ。クールー。きっとクルー。きっとクルー。オラ。だからバリアの意味。バリアでキックを防がれるのも屈辱ですね。何が大事ってチャンネイに対する優しさですからね。やっぱりチャンネイですか。防具星人は作中ではみんなチャンネイだったようなので、ならばきっとこの防具星人もチャンネイ。現在ウルトラセブン。チャンネイに蹴りを食らわせまくりーの。でフィニッシュですよマリサさん。おう。そして首ちょんぱにしましたとさ。首ちょんぱっていうウルトラハラスメントでしたとさ。ウルトラハラスメント。あ、次はちょっと今までとは違った感じの話な。ほう、どんななのか。ってことで今回は宇宙最近ダリーのお話。ほう。では今回のお話をマリサユーに解説しますと。マリサユーですか。ある時香織というチャンネイ風幼女がおりまして。チャンネイ風幼女ですか。その香織ちゃんは不幸にも綺麗な花みたいなやつのせいで宇宙細菌に感染した結果、なんと吸血少女になってしまいましたとさ。ほう、それから?そしてこのままでは香織のチャンネイは衰弱死しちゃうってことみたいなので、じゃあここはやっぱりウルトラセブンだろってなって、やっぱりセブンが頑張るのね。そんなわけで今回は人の体内でミクロの世界で戦おうじゃないかという、そんなお話ですよ。レイムさんどうですか、わかりますかね。ちょっと調べたらすぐ調子乗る。ってことで今回のウルトラセブンはちっちゃくなっての勝負。どうなりますかねー。ちなみに今回のお相手。練習ではマジでアホほどやられました私。またアホほどやられたんですか?なんかさ、何さ。こいつはいきなり姿を消して上から降ってきたり、挙句の果てにはグレートムタバリの毒斬りみたいなやつも生えてきたりして、グレートムタ。パターンにはまったら秒で葬られるやつですね。オラ先読み、また謎ムーブ。いや違うんだってこれは私なりの保険でして。保険ですか?やつはこんな風に。いて、ほらな。何がほらなだってさ。いきなり上に消えたら上から襲ってくる合図ですからね。ってそろそろメーターがマックスだ。でもまだ相手の体力が残っておる。ここはなんとか奴の体力を減らしいの。どうなるか。ここで敵は上にジャンプ。先読みバリア。奇跡の棒よ。あとここは冷静に。いて。ああまたギリギリ。って毒斬りにやられました。結局負けちゃった。ってことでやっぱり強かった宇宙最近。いやでも勝つまでやればいいんでしょ。いいんだいいんだどうせ私なんて。また謎にふてくされ始めた。ってことで敵の体力はちょっと削った状態での再戦。そこは受け継がれる感じなのね。よしでは今度こそ。奴の上からの攻撃にはバリアで対応。おお今回はスムーズに防御。あ、早送り。ってまた言うほど見せ場もなかったんですね。展開的にはなんか地味な感じが続いてしまいましてですね。しかしそろそろ奴も虫の息。はいでは人の体内でワイドショット。危険なワイドショット。そんなわけで被害者は1名ほど出てしまいましたがなんとかクリア。そしていよいよ9人目ですか。お次はいよいよあの有名なあれですよ。本当は知らないんじゃなくて?あの有名なガッツ星人ですよ。レイムさんわかりますかね。いやきっとわかんねえだろうな。なんで私が全て悪いようなあれになってるのよ。では私がセブン暗殺計画のお話についてご説明いたしましょう。ある時めっちゃ強いガッツ星人というやつがセブンの暗殺計画を立てまして、でセブンはああでもないこうでもないと苦しめられまして。そして十字架に貼り付けにされちゃいましたとさ。かなり説明をはしょってると思いますが。さあこのままではセブンが危ない困ったな。ってなって。でガッツ星人は降伏を迫ってくるんだけど。そもそもセブン暗殺計画って話だったのに。意外と正々堂々と戦ってくるというガッツ星人でしたとさ。意外と暗殺計画ではなかったのね。そして十字架に貼り付けにされたセブンを救うというのが今回のミッション。そんなわけで今回はウルトラ警備隊が頑張るというシューティングステージ。報道なるのか。このステージではこの先で捕まってるウルトラマンを助けるのが目的。上と下の緑のやつを破壊するのを頑張る。って結構敵の攻撃が激しいように見えますが、いやマジでな。何がマジでなだってさ。ちなみに3発火種するとコンティニューを1回失ってしまうので、ここは何としても無傷で乗り切りたいところ。よしあとは下のやつ。攻撃が誘導ミサイルに変わった。いて、こう誘導ミサイルはずるいと思うんですけどやめてもいて。あと一発で残機が。しかしギリギリセーフ。セーフセーフ。ほんと定期のギリギリ。ってことでここからが本番。ガッツ星人と戦うわけですね。では OK 牧場マリサ行きます。ガッツ。では今回も未来を見据える先読みを見せていきますかね。また謎ムーブの先読みですか。まずは定期のジャンプキックであの変なやつを牽制。そしてガッツくんは時折分身の術を使ってくるから。そしたらとりあえず一回攻撃して解除。そしてそろそろ。きっと来るー。きっと来るー。おら。何が？きっと来るー。おら。だから体当たりに対してバリア。いやだから言ってるじゃないですか。何を？あくまできっと来るーの精神だと。確かにそうかもしれんけども。何が大事って危機感だからな。ってなかなかガッツ星人の体力も減らないですね。むむむ。くーるー。また始まった。きっとくるー。きっとくるー。でや、だから何が来たのさ。あ、これは、また先読みかな？きっとくるー。きっとくるー。でや、また謎ムーブ。くーるー。でや、今度は空気。全然バリアーが活躍してませんが。いや違うんだって先読みも外れることあるだろ。またカス要素。でや、ここで謎のダブルヒット。ってことで時は来た。こら、なんだかんだ倒した。そんなわけで謎の先読み機能でガッツ星人に勝利。ほんと謎の先読み。あ、ちなみに次は定期のボーナスステージなので。シャクトリムシは早送りのやつね。そして気づいたら残すは3ステージ。練習段階ではウルトラさようならになってきたウルトラセブンではありますが、結局ウルトラさようならになってたのね。もうそろそろやり直しは勘弁してほしいのあれですね。いやマジでな。また謎のイントネーション。ってことでお次はいよいよ偽物のセブンが登場。ほう。では情弱ストーリー解説。ある時ダン君は怪しいチャンネルを見つけまして、またチャンネルですか？そのチャンネルを追ったダン君はなんと罠にかかって捕まってしまい、気づいたらサロメ星人という反射にちょめちょめされてしまいましたとさ。ちょめちょめですか？そして反射のサロメ星人はセブンの秘密をいろいろ聞き出して、なんと偽物のセブンロボットを作り出しました。放送なのね。そしてああでもないこうでもないといろいろありまして、またごまかしてる。結果、ウルトラセブンと偽セブンとの戦いが始まるのでした。あ、業務員さんも先が気になりますか？出てきた。そうですよねそうですよねやっぱ気になりますよね。では私はここから戦いがあるのでさようなら。また適当に追い返した。ってことでの第10戦。ちなみにこやつはセブンの必殺技をアホほど使ってきますんで。おら、お奇跡のバリアー。ではここは常にきっと来るの精神で。きっと来るー。何も来なかったじゃないの。おっと先読み失敗。ではさらに。きっと来るー。きっと来た。おう私の先読みなめんなよ。きっと来るー。なんかこの先読み腹立つんですがそれは。いや何が大事って勝つことだからよ。またそれっぽく言って。って敵の体力もほぼほぼゼロになりましたね。でも必殺ゲージがまだ半分。見て、大波しやがるこら。先読みおら。だからその先読み。はい激アツ先読み。また謎先読み。そしてここでちょっとだけ早送り。またギリギリの予感もしますが。時は来た。また出た。このタコ。絶対セブン言わないでしょうよ。ってことで今回もやっぱりギリギリの勝利。でも勝ったから実質セーフ。ほんとギリギリ。そしていよいよ残すはあと2戦。そしてついにあの有名なパンドンくん。また言うほど知らない情弱のやつですね。はいパチでしか知りません。ほんとパチかすっぷりが。ってことで今回のお話。今までたくさんブラック労働をしてきたセブン君。またアレンジが加えられてる。そんなセブン君はもう勘弁してくれよっていうくらい疲れておりました。すると上司からはそろそろ帰ってきていいぞってなったんだけど。おうこのパワハラ上司許さんぞ。ってなって、絶対なってないやつ。まあ疲弊していたダン君のミスによってパンドン君が地球に侵入してしまいました。ほうこれは大変だ。っていうところからのパンドン戦となります。そんなわけでギリギリの状態での怪獣との戦い。今回もちゃんと勝てるのかどうなのか。では勝負。今回も定期ジャンプキックが中心になるんだけど。でもちょっと油断したら強力な攻撃の連打をしてきますんで。しかも今回は先読みバリアーが通用しないという極悪。先読みバリアーは効果ないのね。なのでここは蝶の顔負けのジャンプキックでオラオラっとマウントを取っていきまして、蝶のとか言ってるからさ。おのれ NW 多め。また出た懐かしいやつ。いて、ほら NW 多とか言ってるから。いやよく聞けレイムよ。何さ。蝶の戦士ってめっちゃヒールなのかと思いきや。めっちゃいい人なんだぞすごいだろ。みんなわかってるでしょうよ。そうでした。っていうアホな話をしていたら敵の体力もあと少し。おおこれは勝てそうな気配が。 STF を食らえ。どこがってことでなんとかパンドン君との戦いに勝利。そしてここからどうなるのか。結果ダン君は活動限界に近くなってしまいましたとさ。ああまたトラウマ系の音楽が。そしてここから話の続きがあるんですよね。ほうこれは気になる。でもここからびっくりの演出。何があるんですか？実はここからしばらく無音。はい？一瞬ゲームが壊れたんじゃねえかと思ったが緊張も多かったことでしょう。そうでしょうそうでしょうきっとそうでしょう。また勝手に自己解決。ってことでの無音でのストーリー紹介。M78 星雲に変えるためのエネルギーも危うい状態になったダン君ですが、いよいよ体力の限界。っていう千代の富士状態になりまして。千代の富士。そして倒れてしまったダン君はウルトラ警備隊の医務室へ。でも検査されたら多分ウルトラセブンだってバレちゃうし。ってなって基地を脱走。ほう。そして人類に降伏を要求してきたゴース星人という悪いやつ。降参しないと主要都市を壊しちゃうよ。って言ってきて。ああそれはやめて。ってなっていた時に。本当になってたのか。でもそんな時にアンヌ君は疲弊したダン君を発見。おおこれはいよいよ。どうして病院を抜け出したのか聞いてみると。いや私は人間じゃないんだ。実はあ出た。ゲロンじゃないんだって。っていう自分はセブンであるという告白。そしてこの戦いが終わったらさすがに M78 星雲に変えるぞと。そう言いながら最後の変身を遂げたのでありました。ほんとあのケロンは何だったのか。ってことでこれが最後の戦い。ついに最後ですか。今回のラスボスは改造パンドン君。攻撃範囲とか攻撃力がパワーアップして戻ってきたようです。でもパターンはそんなに変わってない感じかな？多分そんなに変わってはいないっすね。いつぞやのアホムズゼットン君と比べるとまだマシだと思っております。ウルトラマンのあれね。そんなわけでも長期戦なのでここは早送り。敵が硬くて全然体力を減らせませんが、ほんとだ。ではここは必殺技でダメージを与えて次回に持ち越す作戦でいくか。って避けられちゃった。何してんのよ。ああもうダメだってこんなの勝てるわけねえってほんとマジ許さんぞこらアホた。負けちゃった。結局負けるんじゃないの。そしてコンティニューですね。まだ4回チャンスあるからな。本当に大丈夫なのかどうなのか。よしでは今度こそ。あ、敵も結構回復してる。おいおい回復しすぎだろ。何がおいおいだってさ。で早速大きなダメージを食らっちゃったみたいですが。まだ慌てる時間じゃない。ってツンツンの人が言ってたし。ツンツンねえ。いて。ダメージが。いやそういう乱暴なことはしないでもらえますかね奥さん。いて。負けちゃった。奥さんとか言ってるからさ。おいおい強えぞこいつ。そりゃラスボスですからね。しかし引かぬこびぬまりさ。サウザー様。では今度こその3度目の正直。また体力が結構回復してる。そして定期の早送り。ほんとこいつのチート攻撃力はなんとかならんのかね。アホみたいなレベルでやるからでしょうよ。そうでした。そしてそろそろ容赦の体力も減ってきたところでしょうか。よしお前みたいなとことん変なやついて。葬られちゃった。だからさ。ってことで3度目の正直も敗北。じゃあ4度目の正直で勝つぞこら。4度目の正直とは。なんならダン君もこんなに復活する元気があったんですね。なんならかわいそうじゃないの。よしでは今度こその回数。何が大事ってまずは火ダメをしないことよな。なんたってこいつはバイキルト使ってるからよ。バイキルトですか。ほんとダメージは大きいですもんね。いて、半分近く減った。でもここで守りに入ってはいかん。ここは慎重に。だけど慎重になりすぎることもなく、いて、慎重になりすぎることもなく、なぜ何事もなかったかのように喋れるのか。そしてその中でも細川文江のような大胆さも忘れずに。大胆さの意味。ってこれはあと一撃を食らったらさようならの気配。でも必殺技をヒットできれば勝利の局面。時は来た。おととい来やがれ。おお。しかし原作通りにアイスラッパーをキャッチの。からの首ちょんぱで勝負あり。勝った。やりました。ついに改造パンドンをやっつけました。でもセブンもフラフラなんじゃないですか？そうなのです。もう立つこともままならない満身創痍のセブンさんなんですが。明けの明星が輝く某日。っていうか9月8日。9月8日だったのね。ウルトラセブンは M78 星雲に無事帰ることができましたとさ。っていう名シーンのエンディングですね。これはリアルタイムで見てたら感動しそうだ。そんなわけで9月8日はセブンの日。セブンの日ですか。もしかしたら激アツかもしれませんね。だからパチカスやめなさいって。ってことでここからはまたかっちょいい感じのスタッフロール。ほうそうなのね。ってマリサさん。はいはいなんでしょうか。今回はやってみてどうでした？まあレベルもレベルだから無事くて当然といえば当然なんだとは思うけど。でも前作のウルトラマンと比べるといくらか遊びやすかったっすね。あとステージ前にはストーリーのあらすじがあったから。そこも私にとってはとてもありがたかったっすね。まあなんだかんだ結構面白かった的な感じだったと。いや面白かったっすよ普通に。まあジャンプキックゲーみたいなところは賛否両論あるのかもしれんけど。でも原作ファンにとっては再現度が高くて喜ばれたんじゃないかと。そう情弱は思ってるんですけどどうなんでしょうかね。結局情弱なのね。スタッフロールがカタカナっていうのも開発のこだわりとかなんとか。確かウルトラマンの時もそうだった記憶。まあそんなわけでございまして。ウルトラセブン愛がたっぷりのこのゲーム。慣れるまでは操作とかが無事くてコントローラーぶん投げるかもしれんけど、さすがにぶん投げないでしょうよ。でも慣れてきたらちゃんとクリアできる難易度。結果。愛のある神ゲーってことでいいんじゃないでしょうか。また何でもかんでも神ゲーって言っておけばいいと思ってんじゃなくて？んなわけあるかレイムよ。ほんとかねー。ってことでここまでご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。あ、なんですか銀髪の人。銀髪の人？今回は AGA の話はないのかって、いやそれ完全にバカにしてる顔じゃないですか。確かに悪い顔。そうやって私をバカにしてるといつか見てろよ銀髪。一体どうなるのか。ああそんなに激しくいじめられたらマリサ壊れちゃう。最後の最後にこの人は何を言ってるのか。ってことでまた次回の恨みでお会いしましょう。というわけで久しぶりのウルトラシリーズでございました。次の恨みは決まってるんですか？なんかアシュラのショーっていうのをやってくれって声が多くてですね。また忍者のムズゲーの気配がするんですがそれは。まあ予定は未定なのでこれから頑張ります。これから頑張るあれなのね。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。まだまだ動画をアップしますので、チャンネル登録してもらえると心の底から喜びます。レトロゲームは夢がありますからね。それじゃあ、またねー。